京都の新成人の皆さん、おめでとうございます。京都観光おもてなし大使を務めさせていただいています、歌手をしています倉木舞です。今回はこのようなご機会をいただきありがとうございます。素晴らしい新成人の皆さんにお祝いのメッセージを発信させていただける日が来るとは、皆さんと同じく私が20歳の頃の自分は全く想像できていなかったと思いますが、このような素晴らしい日を迎えさせていただいて、私自身もすごく幸せに思います。私がちょうど20歳の頃はですね、現在客員教授を務めさせていただいています立命館大学の一学生として、でまた歌手として活動を行って、日々こうスタジオと学校と往復して充実した多忙な日々を送っていました。で歌手として20歳を迎えて、社会人としてこれから社会に出てお役に立てること、そして少しでも私の場合は音楽によって誰かにこういい気分、いい気分になっていただけたり、あとポジティブな思いに変えていただけたらという思いを持って、現在も活動の方をさせていただいています。皆さんは今日から新成人としてスタートしますよね。で期待と不安が胸でいっぱいのことと思いますけども、私も20歳の頃にお世話になっていた先生や、そして先輩家族に、もう二度とこの時は戻ってこないし、夢に向かって一心不乱に取り組んで、学んで様々に自分自身を成長させて、そして自分の時間をフルで使う時っていうのは今しかないっていう、そういった言葉を胸に、今も一歩一歩社会人として夢いっぱいに歩ませていただいています。で誰しもやっぱり目標や夢に向かっていくっていうことは、やはり実現するまでには大変なプロセスを経て、実現できるものだと思います。昨年から新型コロナウイルス感染症の影響で、なかなか思うようにいかないこともたくさんあるかと思いますが、自分だからこそできる社会貢献をどんな時も自分自身を信じて、そして支えてくださっている仲間を大切にし、傷つくことを恐れずに、ステイストロング、そしてステイポジティブ、自分自身に負けずに、そうですね、もがくことを諦めずに、ぜひ愛にあふれた新成人を、今を周りの方と笑顔で過ごされていただけたらと思います。皆さんのご活躍を心から応援しております。倉木舞も、社会人として引き続き頑張っていきたいと思います。皆さん本当におめでとうございました。倉木舞でした。